ザ・ホワイト・ストライプスはアメリカのロック、ブルースデュオ、バンド。アメリカが衆国でトロイト出身。1997年に結成。ザ・ストロークスと共にガレージロックリバイバルを代表するバンドとして知られる。2011年解散までにリリースしたアルバムのうち、エレファント・ゲット・ビハインド・ミー・サタン・ s ッキー3部の3作はグラミー賞を受賞しており、2000年代のロックを語る。 上で最も重要なグループの一つ。特にギタリストのジャック・ホワイトによるロックの初期衝動を彷彿させる激しいギタープレイは近年の他のギタリストとは一線を画すと評されている。ジャック・ホワイトはローリングストーン誌のローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて17位を獲得、また同バンドの代表曲。 セブンネーションアーミーはローリングストーンの選ぶオールタイムグレーテストソング500において286位を獲得している。バンドのイメージカラーは赤、白、黒の3色であるが、これはメグホワイトの好きなペパーミントキャンディからインスピレーションを受けたもので、ジャックによればナチからコカ・コーラまで通じる最も強力な色の組み合わせであり、 アルバムのジャケットやメンバーの衣装でもこれらの色が使用されている。2011年2月2日に HP 上にて解散を発表した。解散理由は今まで築き上げてきた自分たちの音楽、アートを最高の形で残したいためとしている。1997年デトロイトにて結成。7月14日にデトロイトのバーゴールドダラーで初ライブを行い。 8月14日には同会場で初のフルコンサートを行う。インディーロックシーンにて、スリーター・アキニーなどと行動を共にする。1998年、インディーズのイタリーレコードから、デビューシングル、レッツ・シェイク・ハンズ及び第2弾シングル、ラファイエット・ブルースをリリース。1999年、インディーズのシンパシー・フォー・ザ・レコード・インダストリーから、 ファーストアルバムザ・ホワイト・ストライプスをリリース。2000年インディーズ・セカンド・アルバムデ・ステールをリリース。2001年7月インディーズ・サード・アルバムホワイト・ブラッド・セルズをリリース。9月には XL レコーディングスから同アルバムのイギリス版が発売され、まずイギリスで人気が広がる。2002年にはホワイト・ブラッド・セルズが V にレコードから再発され、 アメリカでもガレージロックリバイバルの機種として名を馳せる。デモブロックを用いたフェル・イン・ラブ・ウィズ・ア・ガールのプロモーションビデオも話題となった。2002年にフジロックフェスティバル出演のため来日。2003年ホースアルバムエレファントをリリース。初の単独来日公演を行う。ジャック・ホワイトは同年のローリングストーン氏で、 100グレイテスト・ギタ g ス i t a オ i s t s o の17位に選出される。2004年、セブンネーション・アーミーでグラミー賞ベストロックソング賞、エレファントでベストオルタナティブロックアルバム賞を受賞するなど、21世紀の初頭における最重要バンドの一つとしての地位を確固たるものとした。同年には再び、フジロックフェスティバル出演のため来日している。2005年6月、 フィフスアルバムゲットビハインドミーサタンをリリース。同月の24日から26日にイギリスで開催されたグラストンベリーフェスティバルにはヘッドライナーとして出演する。2006年にゲットビハインドミーサタンで再びグラミー賞ベストオルタナティブロックアルバム賞受賞。同年1月に2度目の単独来日公演を行った。2007年6月シックススアルバム 一気ぃ、サンプを発表。2008年2月、一気ぃサンプで、自身3度目のグラミー賞ベストオルタナティブロック、アルバム賞を受賞。2010年3月、ドキュメンタリーフィルム、アンダーグレートホワイトノーザンライツを発表。カナダ各地でのライブを収めた映画、同フィルムに収録されている、一音だけのライブは、ロック史上最も短いライブとされている。 2011年2月2日、HP 上で正式に解散すること、これ以上の新しいレコーディングやライブパフォーマンスを行わないことを発表。2020年初のベストアルバムであるザ・ホワイト・ストライプス・グレーテスト・ヒッツを発売することを発表。全26曲収録。これに伴い、YouTube 上にボールビスケットのライブ映像が公開された。ジャック メグホワイトブルース、カントリーミュージック、ハードロックをベースにしたガレージロック。ギターとドラムだけというロックバンドとして最小といえる構成だが、その乏しさを全く感じさせない60年代、70年代のロックの初期衝動を彷彿させる激しいロックを奏でる。音の柱は原則的にボーカルギタードラムの3種で構成されている。ジャックはギター以外にオルガン。 アナログシンセサイザー、ピアノやマリンバなどを演奏するマルチプレイヤーであり、もともとはドラマーであった。映画コールドマウンテンではミュージシャン役でマンドリンの弾き語りを披露している。また、ライブにおいてギター、アナログシンセ、ボーカルの3要素を同時に演奏する能力を有している。ギタリストとしての評価は非常に高く、ジミー・ページはインタビューでジャックを 近年のギタリストの中ではナンバーワンの存在であるとし、ジェフ・ベックも同様に高く評価している。ジャックとは対照的にメグのドラミングスタイルは非常にシンプルなものである。映画スクール・オブ・ロックでネタにされるなど、彼女のドラマーとしての能力には会議的な声も存在する一方、デーブ・グロールは史上最高のドラマーだとして最大級の賛辞を送っている。また、アルバム 一気に散布のミキシングを行ったジョーチッカレリ,リは、ジャックが他のドラマーと演奏してもザ・ホワイト・ストライプスのような音にならない。彼女はバンドの音の半分を超えた存在だと語っている。ジャックはアナログに対する徹底的な関わりを持っており、レコーディング機材や楽器はほとんど70年代以前のアナログ製品を用いている。レコーディングに時間をかけないことでも有名であり、 アルバム、エレファント、ゲットビハインドミーサタンでは、レコーディングに約2週間しかかけていない。ライブでは、セットリストを一切用意しておらず、曲目は、ライブの演奏中にジャックとメグが言葉を交わさずに、意思疎通を行いながら、ジャックを主体として演奏される。これは、一つ一つのライブで常に、新しい事象と想像を生み出したいというジャックの希望によるものである。また、 サポートミュージシャンや打ち込みは用いず、会場の代償に関係なくすべて、ジャックとメグの二人だけで演奏している。ジャックがリスペクトしているアーティストとして、ボブ・ディランやロバート・ジョンソン、ブルース歌手のサンハウスが挙げられることが多い。また、ジャックは最近、同じデトロイト出身のアリス・クーパーに影響を受けた、紛争をしている。彼は、 地元デトロイトのミュージシャンが音楽的土壌を作ってくれたのを感謝しており、特にイギーポップのファンでストゥージズのアルバムファンハウスを今までに作られた最高のロックアルバムと言っている。二人でジャック・ホワイト・メグ・ホワイト・ジャック・ホワイトとメグ・ホワイトは公式には指定ということになっているが、インターネット上に二人の婚姻届、離婚届が流出し、実際は 元夫婦であると指摘された。ジャック自身、二人は元夫婦であったことを認めており、自身を指定と設定した経緯もインタビューで語っている。しかし、ライブやインタビュー等で、ホワイトストライプスとして活動する際は、あくまで指定として振る舞っている。ジャックはブラジルで2005年6月1日に、モデルのカレン・エルソンと結婚し、2006年に、娘、2007年に、 息子が生まれている。エルソンはストライプスのブルーオーキッドのプロモーションビデオに出演しており、ジャックとの出会いのきっかけとなった。2013年11月に離婚。またメグも2009年にパティ・スミスの息子、ジャクソン・スミスと結婚した。結婚式はジャックの豪邸の庭園にて挙げられた。2013年7月に離婚。ありがとうございます。